こんにちは、まさやです。今、ブライトンセカンダリカレッジで12年生をやってます。私は今、学校のリーダーシップの一員として、SRC のインターナショナルリエイゾンオフィサーとして、活動しています。私は、イヤー11の清水ゆめかです。去年の1月にブライトンセカンダリーに入学しました。オンライン授業が始まった時、初めてのことだったので、すごく緊張して、とても心配で不安だったんですけど、先生たちのサポートのおかげで、早くに慣れることができました。私もまさやさんと一緒で、最初は緊張してたんですけど、クラスにいるのと違って、友達とおしゃべりもしないので、勉強の効率も上がったように感じました。オンライン授業の間に、ブライトンセカンダリーカレッジの先生方は、放課後や他の空いている時間などに、時間を作ってくださって、自分が授業中に分からなかったところや教えてほしいところを、聞いてくれて、自分が完全に理解するまで教えてくれました。それはとても僕の勉強にとってはありがたかったです。私はブライトンセカンダリーの留学生担当の先生がニュースレターをいつもこまめに送ってくれていて、新たなロックダウンの情報なんかを教えてくれたので、とてもためになったと思います。私はこのコロナのロックダウンの間は、今も同じ学校が普通にある時と同じように自分の習慣をして同じにしていました。そしてもし自分が学校のことで悩み、もしくは勉強のことで悩みとかがあったときに、先生や周りの大人の人に相談するようにしていました。私は空いた時間にホームステイのホストファミリーと一緒に過ごしたり、一緒にお菓子を作ったりして、一人にならないようにしていました。今、私たちは今2回目のロックダウンなんですけど、ブライトンセカンダリーカレッジの先生方は、オンライン授業をやっているときと変わらず、授業中にちゃんと生徒とコミュニケーションを欠かさないようにしています。それはとても僕たちにとってありがたいです。まさやさんと一緒で、やっぱりブライトンセカンダリーの先生方は、質問にも最後までちゃんと付き合ってくれて、あと、ウェルビーイング、なんか生活面でも助けてくれるので。今、学校では、2回目のロックダウンで、みんなが教室の中でマスクをつけたり、先生たちや他の人たちと 1.5 メートルのソーシャルディスタンスを取らなきゃいけなくて、初めてのことでとても大変だとは思うんですけど、今、先生方もそうなんですけど、先生方のサポートもあって、そしてその生徒みんなで協力して、それを頑張っています。今まで経験したことのない難しい状況ですが、先生方やホストファミリーのサポートのおかげでポジティブにやっていけそうです。